ブンブンハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はハンディタイプのスキャナーをご紹介します。メーカーはサンワサプライで、型番が 400-SCN040 というちょっと分かりづらい型番ですが、こういうものが発売されました。どういう風に使うかっていうと、今写真出てるように手で持って実際に手をスライドさせながら紙をスキャンするというものです。で、この製品の特徴は乾電池から電源を供給できるということで、完全にワイヤレスで使用できるというのが特徴です。そのため何か外出する際もこのようなスキャナーを持ち歩くことができます。そして面白いのが、このようなドックがついていて、ドックにハンディスキャナーをセットすることで実際に手を動かさなくても自動的に写真などを挿入してスキャンすることができるようになっています。で、ドックの方もワイヤレスで動かすことができて、こちらも同じく乾電池を入れて使うことができます。で、この製品はワイヤレスで使うだけではなくて、実際に有線で接続して電源供給しながら使用するということもできますので、長時間使われる方は有線での電源供給をお勧めします。今回は以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。